はい、坂上です。今日の動画はですね、ムービーモンスターシリーズの動画なんですけど、それでまずね、午前中今日ね発売日で届いたんで、ちょっとね開けてみようと思うんですけど、ちょっとすごい雨で、ほら段ボールぶっ潰れちゃってるんですよね。まあ配送ヤマト運輸だったんですけど、まあこれねちょっと中どうなってるのか気になるんですけど、ちょっとね開けてみます。もうびちゃびちゃですよこれ。これタグとか濡れてたらこれマジで嫌だな。濡れてた場合はどこにヤマトに言うのこれ。あ、大丈夫大丈夫、丁寧なあれをされています。丁寧な梱包をしていたよ。よかったよかった。めちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかい。ちょっと開けていきますね。でかっ。値段もね、結構するんでね。定価確か3980円とかだったんですけど、自分はね、ポイントとかあったんで、そんな高く、あれだったんですけど。よっ、うわ、でかっ。これでかいよ。じゃあ、よいしょ、開けていきまーす。はい、じゃあね、ね、キングギドラ見ていきますんで、はい。で、まずね、全体こう見てみるんですけど、めちゃくちゃでかいですね、これ。値段もね、まあ、3000いくらするんで、ほんとね、大きくなってる感じですね。はい。まあ、触った感じは、なんかちょっと柔らかいですね。はい。でまずね、首。首ね、2つ口開いてて、で、1つはね、閉じてるような形になってます。はい。で、あとね、羽の動きはこんな感じ。このぐらいまで動きますね。はい。うん。で、足。足もこう、この辺まで結構スムーズに行きますね。うん。で、後ろね。後ろの造形はこんな感じ。もうちゃんとこのトゲもあるし。でね、尻尾もこうなってますね。まあ、結構いいですよ、これ。キングギドラ1991。まあ、タグはこんな感じなんですけど。はい。で、これキングギドラで、まあ一応ね、このゴジラでキングギドラなんで、まあその時のゴジラもね、一応ムビモンで持ってるんで、そちらもお見せしようと思います。ちょっと一回キングギドラ行ってもらって、で、これ。キングギドラ対ゴジラのゴジラ。顔めっちゃかっこいいですね。まあ、手の動きはこんな感じ。はい。で、足ですね。こうね。うん。で、後ろはこんな感じ。で、これもね、タグ。ゴジラでキングギドラ。はい。まあ、これはね、まあ、3000いくらもしないんでね。まあ、1000円いくらかな。で、買えるんで。はい。で、ね、次はメカキングギドラなんですけど、で、口はね、この3つとも開いてる感じですね。はい。で、これはね、これ取れちゃうんですよ、これ。ちょっとこれ、ね、よくない、不良品かもわかんないですね。これちょっと、何年か前に買ったんですけど、はい。まあ、羽はこんな感じですね。で、足はこう、ね。このぐらい。で、後ろはこんな感じですね。後ろよくできてますよ。で、これはね、今回のキングギドラと違って、多分、2000円か1800円ぐらいで買えると思います。はい、で、これね、タグ。でね、まあちょっとこれ見にくいと思うんで、まああとね、普通にいつも通り回転させたり、アップしたりしてお見せするんで、そちらもご覧いただけると思うんですけど、あとね、キングギドラで持ってるのがあって、これ、東方怪獣コレクションっていうのがあって、まあちょっと、これ動画にしてないと思うんですけど、この昔の1964のキングギドラ。はい。これね、群馬と栃木とか福島だけで、限定で発売されてたやつで、ね。それちょっと今度、いつからかな、今年の、まあ、11月、10月ぐらいかな、確かそのぐらいに、全国発売するんですけど、これね、このサイズの、このぐらいのサイズちっちゃいんですけど、これ全部のね、会場700分の1、実際のキングギドラのサイズの700分の1っていうのが全部の怪獣で、700分の1で統一させてるっていうのがあるんですよね。そのシリーズの、まあこれ接着剤ですけど、まだつけてないんですけど、一応ね、届いてから、あれが。それとかっていうか、全国発売始まってから、まあ開封しようかなと思ってるんで、またそちらもご覧いただければと思うんですけど、でね、ちょっと次はね、アップしたりなんかしたり、回転させたりしてお見せするんで、そちらもご覧ください。はい。はい。ね、いつも通りね、回転させてみました。
なんかね、大きいからか回転の速度が速く感じますね。やっぱね、普通に、あのね、こういう風に立たせてみると、まあまあ、キングギドラに見えるんで、結構ね、あのクオリティは高いですね。はい。だから自分的にはいい、ね、ソフビだと思うんですけど、ちょっとね、また後ではちょっと話すんですけど、まあ次はね、メカキングギドラなんですけど、これね、これがメカキングギドラ。まあこれはね、何年か前に、2019年ぐらいに発売されたフィギュア、ソフビなんで、ちょっと値段的にもね、まあ今だったらまあ、1800円ぐらいから2000ちょっとで買えるんで、まあ結構よくできてますし、まあこのね、ゴジラ対キングギドラに出てくる、ね、怪獣なんで、まあ一緒にね、飾っておくっていうのはいいと思います。はい。質も結構いいと思うんで。で、次はね、まあ、キングギドラなんですけど、まあ主役はゴジラで、まあこのゴジラ対キングギドラ、1991年に出てくる、まあゴジラ。普通にね、かっこいいですね。この後ろのトサカとかもよくできてるし、これ普通にこれはかっこいいゴジラなんで、これもね、1800円くらいで買えると思うんで、買ってみたらいいと思います。で、次ちょっとアップでお見せするんですけど、これ一応キングギドラ。はい。まあちょっと先ほども言いましたけど、まあ、二つは口開いてて、一つは口閉じてるっていう感じですね。こうやってね、やっぱね、アップするとよくできてるんですけど、ほんとね、さっき言おうと思ったのが、値段がめっちゃ高いんですよね。まあ自分、ソフビで、まあ、なんだろう、定価は4950円。まあ、もうちょっと安く買えると思うんですけど、ネットとかだと。まあ、量販担当ね。ちょっとね、高すぎんじゃないかなって思うんですけど、まあ、後ろのね、この、チーポードがまあよくできてるし、まあ、フィギュアとしてはいいんですけど、ちょっと値段がね、自分的にはちょっと気になりますね。はい。で、これがね、まあ、タグ。まあ、自分ちょっとタグ外さないんで、まあ、タグはかっこいいですね。これメカキングギドラ。これアップしてお見せするんですけど、こちらはね、まあ、全部口が開いてて、ね、真ん中だけメーカーになってるって感じですね。はい。まあね、これはもうね、普通にまあ値段も相応ですし、いいかなと思います。はい。で、後ろがこんな感じ。後ろもね、もうちゃんとしっかりメーカーのとこもしっかりできてるし、ただね、自分のね、ソフビ、これね、片方の羽がちょっと外れやすくなっちゃってね、これ最初からそうだったんですよね。で、これがタグっすね。はい。で、これがね、ゴジラ。ね、これ普通にかっこいいゴジラなんで、ラップしてお見せするんですけどね、顔もよくできてると思います。はい。かっこいいですね、これは。ちょっと、これはもう普通に気に入ってるゴジラですね。キングギドラの時のゴジラはかっこいい。平成バトルシリーズで。はい。後ろはこんな感じですね。後ろもよく、もう、だいたいもう1800円とかでも、これがだいたいね、ソフビのね、まあ、1300円くらいでも買えるから、これが普通の値段ですよね、やっぱね。はい、タグですね、これは。1991なんでね。で、これちょっと3つ並べてお見せしました。一応ね、まあ、キングギドラ、まあ、メッカキングギドラ、こっちの方がちょっとでかいかもしれないんですけども、同じぐらいなのにね、値段が全然違ってびっくりするんですけど、まあ、かっこいいソフビだと思います。でね、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。またね、今後もね、動画撮っていきますので、もしよかったらご覧ください。本日はありがとうございました。